はい、皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。まずね、IBF バンタム級チャンピオンのエマヌエル・ロドリゲスですね。こちらの次戦が指名挑戦試合となってますよね。指名挑戦者1位にいるのが西田亮介選手ですよね。最高ファイトの西田亮介選手、無糖ジムですね。西田選手とエマロードが、ちょっと前だと日本で最高ファイトのリングで戦うとは言われてたんですよね。これなんですけど、ちょっと、ね、どうやらエマヌエル・ロドリゲスチャンピオンの方が、まあ、金額次第と言ってるんですよ。エマロードがチャンピオンなんで、そしてエマロードはその見合った金額に達していなければ、まあ、プエルトリコで行うと言ってるんですよね。いやー、プエルトリコか。まあこれさ、敵地で、まあ、エマロードを西田選手が倒してきたら、もうかなり評価上がるんですよね。現在西田亮介選手はあんまり評価というかね、まだ人気を獲得してないですよね。こうやって世界で名を広めるためにもプエルトリコで戦って勝ってくるっていうのもね、ありかと思うんですよ。敵地で、倒してくるとね、本当に評価上がるんですよね。まあ西岡俊明選手、まあ京口選手もそうでしたよね。ただやっぱりホームでやった方が勝てますよね。勝ちやすい。やはり自分の合った環境で戦った方が。だから、これ、日本でエマロドとやるには、これちょっとね、エマロドの方が条件を突きつけてきたんですよ。条件というか、まあ、金額ですね。今の25万ドルから35万ドルの金額が、まあ、提示されれば、日本で戦うと言ってるんですよ。今の25万ドルがどれぐらいかっていうと、今25万ドルは結構高いですね。今円安の影響っていうのがこれ強いんで、3500万ですよ。約3500万。いや、これはね、高単価ですよ。いやー、もうね、もう誰も知らないエマロド、はい、こうエマロドに対してこのね、今日本はお金出せないと思いますよ。3500万、まあアベマ TV ですよね、最高ファイトは。いや、これはね、正直言って西田亮介選手も、まあ今、まあ、正直言って人気はまだないですよね。これは出せないんじゃないですか ?3500 万は。今ちょっとね、円で出す、円安なんで本当にきついですよね。もうちょっとこれ1年前とでも全然桁が違うんですよね。これはね、ちょっと厳しいですよ。3500万って言ったら。これ3500万って、この軽量級においては結構な、破格な金額ですよね。まあ、エストラーダクラスになると、まあ、5、6000万とかに、まあ、なったじゃないですか。この間、井岡選手との交渉で。これ、何にも知名度のないエマロドに、この金額は出せないと思いますよ。だから、この西田選手が、せめて知名度があればいいんですけど、エマロドも、あまりね、知名度がない。西田選手も知名度がないとなると、ちょっと苦しいですよね。そしてエマヌエル・ロドリゲスといえば、ちょっと前引退騒動ありましたよね。引退するしないの。あれっていうのがどうやらね、やっぱり金額的なものでかなり悩んでたらしいですね。それっていうのが、当初ね、まあ、チャンピオンになるとき、アストロラビオと最初やる予定だったみたいなんですよ。アストロラビオとやるってなると、20万ドル提示されてたらしいんですよ。だがちょっと、それが変わったんですよね。アストロラビオからだからメルビン・ロペスに最終的に決まったんですよね。あの時で7万5000ドルになってしまったんですよ。これね、日本円に換算すると、まあ、1000万いくんですよね。約1000万ちょっとです。だ結構な金額なんですよ。ただこれね、円じゃないんで、円はただ今極端に安いだけなんでこうなるんで、ドルだと、まあ実質価値的に言えば、なんていうか表現が難しいんですけど、日本円で、600万、700万ぐらいの感覚なんじゃないですか ?7 万5000ドルって言ったら。なんかそんな、ちょっと難しいんですけど、これ表現が。だから、そんな感じですよね。王座決定戦で、この、まあ、600万とか700万ぐらいの感覚と思えばいいんじゃないですか。だから、高校であんまりやる気がないって言っているんですよね、エマロードは。だから、エマロードは今、ビッグマネーが欲しいんですよ。
まあ、まだ一回もね、エマロドは、まあ、大金は得てないんじゃないですか。そこで日本でやるなら、その25万ドル以上と言ってるんですよね。日本円で3500万。いや、これは無理だと思いますよ。多分ね、これは多分無理なんで、西田選手は、エマロドのホームで、西田選手からしたらアウェーで戦うことになると思いますよ。いや、これはね、でも別にありですよね。ありというかね、こういう苦しい状況の中で取ってくるっていう方が俺は大事だと思いますよ。あと、西田選手ね、ちょっと自身で自分の人気を、やっぱり上げてないっていうのも、これも問題かと思いますよ。これ自己アピールをしないってことですよね。自分はね、ちょっと西田亮介選手、亮介っていう漢字がね、これ変換で出てこないんですよ。だからこれまずね、検索ワードに引っかからないんですよね。ちょっとね、検索範囲が薄れちゃうんですよ。こういうのもね、ちょっと考えた方がいいとは思うんですけど、これは一応自分の要望なんですけど。まあいろいろね、だから人気が出れば日本でもお金出せますよね。だからこの辺っていうのはね、ちょっとまあこれ西田選手だけではなくて全ファイターにもね、ちょっと分かってもらいたいところではありますよね。まあ自分の希望です。はい。そして井上尚弥選手のニュースがもう毎日もういくつも出てきますよね。井上対デイビスがまあ未だに騒がれていたり、これっていうのはデイビス側も今階級的にやることはないだろうと言ったんですよ。まあ真剣な話で、まあこれデイビスとはちょっと今はもうないですよね。まずはだからスーパーバンタムなんですよ。スーパーバンタムで井上尚弥選手カシメロの名前出しましたよね。だからカシメロが本当にもう一試合だから TJ ドヘニーあたりを倒せばこれあるんですよね。これやカシメロが倒さないとやっぱりないですよね。あとルイスネリ戦の東京ドームっていうのはね、やっぱりルイスネリだからこそ東京ドームっていう案が出てるんだと思いますね。やっぱルイスネリってやっぱり山中戦で良きも悪き、いや良きもではないですけど名前挙げたんですよ。これボクシングマニア以外でも全然ネリの名前って知られてるんですよね。ネリの名前っていうのはでも本当にボクシング好き以外にも本当に知られてます、日本では。だからこれネリをボコボコにしてほしいっていうね、日本人は結構多いと思うんですよね。だからこの辺りでルイスネリ戦は、まあ、東京ドームっていうのが浮上してるんですよね。逆にアフマダリエフだと東京ドームはないんではないでしょうか。ちょっと知名度的にもね、ちょっと日本人の興味があまりないですよね、アフマダリエフに。だからアフマダリエフとはサウジアラビアで行うのではないでしょうか。そして年末ですよね。カシメロ、カシメロね、やっぱりカシメロもう一試合ね、ちょっと勝ってほしいと思いますよ。やっぱりこれドヘニーに勝ってほしいですよね。ドヘニー対カシメロ、これやるべきだと思いますよ。まあもうそこをクリアしたら、はっきり言ってスーパーバンタムでも相手がいないんですよね。あとサム・グッドマンとかがどうかっていうところなんですよね。まあフェザー級からがね、本番と言っても過言ではないかもしれませんね。フェザー級から本当に勝負論っていうのが生まれてくるのかと思います。まあとにかくね、やっぱりカシメロっていうのも数字が取れるんですよね。なのでカシメロね、ちょっともうちょっと頑張ってほしいですよね。ちょっとね、もう、やっぱりドヘニーあたりを、文句なしに倒してほしいですよね。はい、そういったところです。それではね、井岡選手、はい、明日計量ですね。計量終わったらまたこちらの方で動画、作りたいと思います。はい。はい、ということで本日はここまでとなります。これ聞いてくれた方はチャンネル登録、ぜひ、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。